シェアハウスマスターの鈴木です。今日はシェアハウスを探すときに最初に、ポータルサイトから探しますが、そのポータルサイトの特徴や、シェアハウスを探す際の注意点などの話をさせていただきます。これからシェアハウスを探す方や、シェアハウスに興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルはシェアハウスについての情報やシェアハウスに住んでいる方からのご質問を取り上げてお答えするチャンネルです。まず最初にポータルサイトって何っていうことなんですけれども、ポータルサイトはシェアハウスを紹介しているサイトのことです。通常の賃貸物件を探す際に代表的なポータルサイトはアットホーム、スーモ、ホームズなどがございます。アットホーム、スーモ、ホームズなどのポータルサイトのシェアハウス版のサイトということですね。シェアハウスのポータルサイトは小さいサイトも含めるといっぱいあるのですけれども、今日は代表的なポータルサイトを4サイトほどご紹介させていただきます。サイトの紹介の中に私の個人的な見解も入っておりますが、その点はご考慮いただければ幸いです。まず1件目、こちらが羊不動産というサイトです。羊不動産は大きいポータルサイトの中ではおそらく一番古参で老舗のポータルサイトかと思いますが、特徴としては非常にハイクオリティのシェアハウスの掲載が多くて、掲載写真も非常に充実しています。掲載写真は羊不動産のスタッフがシェアハウスまで足を運んで写真撮影を行っているので、非常に手間暇がかかっている分、掲載写真のクオリティが非常に高いです。ですのでこのサイトはハイクオリティのシェアハウスを探している方やコンセプトシェアハウスを探している方におすすめです。コンセプトシェアハウスは同じ趣味の人たちが集まって共通の楽しみを共有し合いながら生活することができるシェアハウスのことです。例えばゴルフ好きの人が集まるシェアハウスや、漫画好きの人が集まるシェアハウスがございます。2件目はこちらでゲストハウスバンクというサイトです。こちらのサイトの特徴は何といっても掲載件数が非常に多いことです。シェアハウスを探す際の条件も細かく設定できるので、自分に合ったシェアハウスが探せると思います。掲載しているシェアハウスは比較的賃料の安いシェアハウスを多く掲載しているので、賃料や初期費用を安く抑えたい方にはおすすめです。3件目はこちらで東京シェアハウスというサイトです。こちらのサイトはおしゃれなシェアハウスを多く掲載しております。ですのでコンセプトシェアハウスや新築リノベーションしたシェアハウスなどハイクオリティのシェアハウスを多く掲載しているのが特徴です。少し賃料が高いシェアハウスの掲載が多いですが、素敵なシェアハウスを探している方やコンセプトシェアハウスを探している方におすすめです。4件目がこちらシェアシェアというサイトです。こちらのサイトもシェアハウスの掲載件数が非常に多いことが特徴です。サイトに日本最大級2500件以上のシェアハウスを掲載と記載されているのですが、2500件以上のシェアハウスを掲載しているのは確かに日本最大級です。あとこれは私の個人的な感想なんですけれども、サイトが非常におしゃれで見やすいです。検索も非常にしやすい作りになっているので、希望の条件を入力して自分に合ったシェアハウスが見つかると思います。あと比較的賃料が安いシェアハウスを掲載しているので、賃料や初期費用を安く抑えたい方におすすめです。以上が大きい代表的なシェアハウスのポータルサイトの紹介をさせていただきました。では次に実際にシェアハウスを検索する際に条件を入力しますが、その入力の際に気をつけておくべきポイントや運営会社に聞いておくべきポイントを3点ほど説明させていただきます。まず1点目はシェアハウスの空室もしくは空室予定の有無です。これは空室があるかないかを確認するのは当たり前でしょって思ってしまうところではございますが、何十件も詳細をサイトで確認していると次第に確認ミスが起こってしまって、満室なところに問い合わせてしまうことがあります。あと確認の際に女性専用のシェアハウスで、女性のみの募集だったり、現在の空き状況では男性のみの募集だったりもしますので、その点も含めて空室もしくは空室予定の有無を確認してください。2点目は外国籍の方の入居についてです。外国籍の方の入居についてはシェアハウスによっては 80% 以上が外国籍の方っていうこともあるんですけれども、お伝えしたいのは外国籍の方と日本人の方の比率です。この比率はサイトには掲載されていない内容になるんですけれども、外国籍の方が多いとやはりコミュニケーションを取る機会が多くなりますので、良い悪いではないんですけれども、日本人の特徴であるなんとなく言わなくてもわかるでしょみたいなことがちょっと通用しない時があります。
まあ、ですので外国の文化を学びたい方や外国の環境を学びたい方は外国籍の方の比率が高いところを逆に選ぶと非常に合ってるかなと思います。ただ毎日生活する場所ですので言葉が通じないっていうのは結構ストレスになったり大変なことが多い場合がありますので、まあ、そういったことが気になる方は日本人の入居者の比率が高いシェアハウスを選ぶ方が無難かと思います。外国籍の方の入居の比率が気になる方は問い合わせの際に運営会社に確認するといいと思います。3点目は建物の特徴です。建物全体で何部屋あるのか、満室だと何人が入居可能なのか、シャワーは何箇所あるのか、トイレは何箇所あるのか、リビングは何畳あるのか、 Wi-Fi は早いのかなど、こだわりたいところって人それぞれ違うと思いますので自分のこだわりたいところは必ず最初に聞く必要があります。検索の際にチェックできない内容がありますのでその点は問い合わせの際に運営会社に確認するといいと思います。以上になりますが他にもシェアハウスを探す際にチェックしておきたいポイントは人それぞれ違うと思いますが、まあ、代表的な探す際のポイントのお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が役に立ったなとかためになったなという方はチャンネル登録・高評価ボタン、できればコメントいただければ嬉しいです。では